はい、今回はですね、お肉シリーズのチキントマトのトルティーヤね、デトコイヤーじゃないです、トルティーヤですね。ではね、これ398円の199円、税込みで210円というね、トルティーヤってのは確かイタリアかなんかの料理かなんかだと思いますけども、食べてみたいと思います。こういう風な感じですね。なかなかない。なかなかちょっと。美味しさがあって。結構な味わいですね。それでこの何とも言えないね。甘みと。めっちゃかゆい。中にちょっとお肉が入ってますね。で、このお肉をこのバジルで包んでて、非常に柔らかくて、食べ応えもある。結構ね、いい味に仕上がってもらえると思いますね。なかなかの味わいと、辛さはそんな思ったほど辛くないですけど、こんな少しと辛いかなって感じで、でそれを優しくこう包み込んでるところが非常によくて、結構いいなというふうに思いますね。なかなかの美味しさと、お肉とあのバジルが包んでいるときは非常にいいかなというふうなものを思います。というわけで、どうもありがとうございました。